どうもこんにちは、みとしです。大変お待たせしました。質問コーナーの時間でございます。ほんと大変ありがたいことにですね、思ってた以上にコメントが来まして、僕の動画の中でですね、一番コメント数の多い動画ってなったんですよ。まさかこんな来るとは思ってなかったんで、本当にありがとうございます。はい、それで全部答えたいところなんですけど、多分全部答えてたら尺がちょっと長すくなりすぎちゃうかなって思うんで、とりあえず少しだけ絞らせていただきました。ただコメントは全て読みましたので、ありがとうございます。ではこうしてる間も尺が流れていきますので、このまま行きたいと思います。レッツスタート。目をつぶっちゃう理由が知りたいのと、3食何を食べてるのか知りたいです。いつも応援してます。はい、多分この方は見てくれてると思うんですけど、目つぶっちゃう理由に関してはですね、以前に動画で言ってるので、概要欄に貼っときますので、そちらの方お願いします。で、僕基本的に最近は2食1日2食なので、それで自炊とかも全然最近してなくて、ほとんどなんかスーパーの弁当とかそんな感じばっか食べてます。はい、みとしさんこんばんは。実家で動画撮ってるんですか？モテますよね、きっと。これからも応援しています。みとしくん可愛いから癒されます。1000人おめでとう。みとしくんは一人暮らしですか？はい、この家なんですけど、もともとはじいちゃんとばあちゃんが住んでたとこなんですけど、そこに今は姉ちゃんと2人で住んでるっていう形です。まあだから結構古いものとかも多いんですけど、はい。そしてモテません。普段何されてるんですか？200から300くらいの時から見てますが、ほとんどに急に1000人いきましたね。人気出そうだなと思ってました。甘いもの食べてるあなたがいいと思うよ。普段は学生さんですか？ザ・ワという服装をしてますが、普段は何をされてるんですか？普段は何をしてるんですか？学生？この質問結構多かったんですけど、普段はですね、バイトをしながらなんかバンドとかやってます。はい。みとしさんは恋人いますか？彼女いますか？いたら何年目なのかと、いなかったら何年いないのか気になります。彼女いますか？彼女いないです。いないです。最後にいたのがですね、高3の時だったんで、多分かれこれ3年間ぐらいいないですね。うん。関西済みとのことですが、関西弁は使わないのですか？はい、確かにですね、僕今大阪に住んでるんですけど、地元が鹿児島なんですよ。地元は鹿児島で、それで高校卒業してこっちに移り住んできた感じなんで、だから言ってみれば関西人ってわけではないんですよ。うん。初コメです。動画を撮った日は1日1食とかにしてるんですか？初コメです。1000人おめでとうございます。普段はどれぐらいの量を食べますか？初コメありがとうございます。動画撮った日は一応朝もちゃんと食べるんですけど、いつもよりは少し少なめに食べます。で、普段は前は普通にたくさん食べてたんですけど、最近は少し抑えめです。1000人おめでとうございます。部活は何部でしたか？はい、部活ですね。部活は結構サッカー部だったって言われること多いんですけど、実は球技めちゃくちゃ苦手なんですよ。うん。それで中学校の時は弓道部でした。キュッ。で、高校生の時がバドミントン部でした。で、YouTube を始めようと思ったきっかけ、肌が白くて綺麗や。 YouTube を始めようと思った理由は、1000人おめでとうございます。 YouTube を始めたきっかけを知りたいです。いつもみとしさんの声とビジュアルに癒されてます。1000人おめでとうございます。これからも応援してます。 YouTube を始めようとしたきっかけは何ですか？はい、これも結構意外と多かったですね。YouTube を始めようと思ったきっかけ自体は結構いろいろあるんですけど、まあ多分最初に思い立ったのはですね、僕がもともと専門学生だったんですけど、もう2年目であとちょっとで卒業だって時に、もしこの2年間で例えば YouTube とかやってたら、さすがに始めてた頃よりは絶対になんかすごい良くはなってただろうなって思って、そうだから結局なんか続けてたらなんか何らかしら絶対いい方向には進んでいくって思うんですよ、僕。だから結構継続は力なりっていう言葉は結構僕好きなんですけど、卒業だしなんか新しいこと始めようかなって思って、そうだ YouTube で継続の力を証明しようみたいな、そんなことを思って始めた感じでございます。1000人記念のオフ会とかしませんか？オフ会は僕の人生の夢の中の
一つでもあるので、1万人いったらやろうと思います。一番好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は何ですか？食べ物で何が一番好きですか？普通の飯系だったらお寿司がナンバーワンです。特にですね、縁側が好きです。はい、自己紹介してほしいです。1000人おめでとうございます。楽しく拝見しております。簡単に自己紹介をしてください。軽く自己紹介してください。どうも、ミトシです。食べること、甘いもの、音楽が好きです。希望に満ち溢れてます。はい。なんで太らないんですか？ミトシさんおいくつですか？なんでいっぱい食べてるのに太らないの？お腹割れてそう。もうね、この太らないんですかっていうのめっちゃ言われるんですけど、僕は普通に太ります。はい。で、実は僕もともとポチャポチャ系だったんですよ。はい。で、小学生の時とか結構それでいじられてたんですよ。そうそう。で、中2の時にこの憧れの存在みたいなのができて、その時に初めてダイエットして少し痩せたんですね。うん。で、その後に高校で運動系の部活に入ったから普通の体型に戻ったみたいな。うん。で、それまでにも結構太ったり痩せたりとか繰り返してたんですけど、だから結構ダイエットはしてます。うん。おめでとうございます。好きなバンド教えてください。それと回転寿司なら、中学生高校生ぐらいの時はめちゃくちゃ、ラッドウィンプス好きでした。はい。で、最近はなんかこれが一番みたいな、そんなやつは特になくて、一つ一つの曲がなんかいいかなみたいな、そんな感じで聞いてます。身長体重いくつ？身長体重はどれくらいですか？身長は172から73の間ぐらいです。体重は こんな感じです。何歳ですか？1000人おめでとうございます。早生まれの20歳です。尊敬してる好きな YouTuber さんはいますか？コラボしてみたい YouTuber さんはいますか？最近見てるのはトギモチさんとかプロタンとかタケヤキさんとかで、結構最近そうですね、ヨキキさんとかもすごい見てます。切実にヨキキさんにメイクしてもらいたいです。はい。ケーキめちゃくちゃ美味しそう。普段の食事ってどうしてるんですか？1000人おめでとうございます。ミトシ君は普段からたくさん食べるのですか？これからも頑張ってください。応援してます。前は普段もたくさん食べてたんですけど、まあ、とはいってもそんな大食いとかそれほどではないんですけどね。最近は少し控えめで食べてます。はい。1000人おめでとうございます。今まで食べたものの中で一番美味しかったものって何ですか？質問じゃないですか。1日ルーティン動画見てみたいです。1000人登録者数超えおめでとうございます。質問です。今まで食べた中で忘れられないくらい感動したものはありますか？ルーティン動画また今度あげますね。で、今まで食べたもので一番っていうとあんまり出てこないんですけど、小学生の時にお母さんがなんか出前でピザ取ってくれて、それ食べた時本当に美味しくて今でも覚えてるんですよ。めっちゃ感動したんですよね。うん。いつも食べてる時に着てる服は何かこだわりがありますか？どうしていつも同じ服を着ているのですか？質問です。いつも着てる服は何ですか？和服のようなものですか？あ、これですよね。これ元々は結構私服で撮影してたんですけど、あんまりその服とか分かんないから毎度毎度何着ようかなって撮影前に迷うのがなんかめんどくさかったんで、じゃあ一つに統一しようって思って、それで一応ね、この服にしました。やっぱさ、和服の方がこの和室にも合うかなって思ってこれにしたんですけど、ただ実はこの服前のバイト先の服なんですよ。はい。ということなんで、さすがにちょっとそろそろ恥ずかしくなってきちゃって、なんかめっちゃ未練があるみたいじゃないですか。だからちょっとそろそろ着るもの変えようと思います。はい。ミトシさんの好きな女性のタイプは？私それになりますから、グヘヘ。ミトって気持ちいいです。好きな女の子のタイプを教えてください。電車とかでおっと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 ってなるタイプの子を見るとキュンってします。グヘヘヘ。1000人登録おめでとうございます。食べ物食べる以外の企画やったりする予定はありますか？これからの動画投稿楽しみにしてます。今度サブチャン作ろうかなって思ってるので、そっちの方で食べる系以外とかたまーにあげようかなって思います。リスナーさんは恋愛対象になりますか？好きになってしまったら全然いいと思います。
僕はカメラとマイクの機種、編集ソフト何使ってるか知りたいです。 GH4 ロードの中間のモデルのやつ、ファイナルカットプロ X。 甘いものたくさん食べているのにお肌が綺麗ですが、お肌のケアとかしてますか？肌す綺麗ですかね、わかんないけどもしかしたらカメラでそう見えてるのかもしれないっていうのもあるんですけど、僕が結構夏でも唇が割れてしまうぐらいの乾燥肌なんですけど、それで僕の母親があんたこれ塗りなさいって言って、普通に市販で売ってるヒアルロン酸美容液みたいな渡してくれて、でそれを風呂上がりに毎日塗ってるんで、もしかしたらそれかもしれないです。どうしていつも家で食べてるんですか？外食などしないのですか？勇気が出たらやろうと思います。あと嫌いな食べ物教えてください。グリーンピース。今までの恋愛のお話聞きたいです。わら、恋愛はですね、あまりいい思い出がないです。1000人突破おめでとう。質問です。今一番食べたいものは？チョコレート。1000人記念おめでとう。私は前米で行ったことあるんだけど、よく似てるって言われる芸能人を聞きたいです。一番似てると言われる芸能人は誰ですか？まあ見え方は人それぞれだと思いますけど、強いてよく言われるのであれば桜井翔さんとか加藤茂明さんとか言われやすめです。コングラッツオン 1K イエーイ。はい、とりあえずですね、ここまでとします。なんか本当にですね、いろんなコメントが来てて本当にありがたいなと思いました。本当に皆さんありがとうございます。始めたての頃なんてですね、もうコメントも来ても 1,2 件とか、高評価とかも2とか来ただけですごい喜んでましたから、はい、それがですね続けてたらここまで行くんで本当にすごいと思いました。まあこれからもですね、いろいろと動画上げていくので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わろうかと思います。ありがとうございました。